ロールベールラップサイロの点在する再装置ロールベールラップサイロとは、円筒状に梱包した牧草をラップして、サイレージ化する手段。牧草を大型機械でロールベールに成形、ポリエチレンできた幅広のラップで巻き上げて仕上げる。省力化が図られることから、日本では従来のタワー型サイロシステムに代わり、一般化した作業体系であり、再装置や農家の周辺に、 ラップされたサイレージが積み上げられる光景も珍しくなくなった。北海道をはじめとする畜産が盛んな地域では広大な再装地にラップされた牧草ロールが点在する独自の景観をなしている。サイレージ化するためには、嫌気性菌による発酵が不可欠であるが、単にラップで巻き上げただけでは通気性が生じ発酵が進まず良好なサイレージが得られない。 このためラップの製造会社では、ラップを複層構造にする、粘着剤の改良、突き破りを防ぐ強度の向上など、様々な工夫を凝らしている。発酵を保管するために儀酸などを添加し、腐敗を防ぐ工夫も見られる。ロールベールの色については、白、黒、緑といった各色が市販されているが、一般に、使い分けで、発酵速度が変化するわけではないとされている。 黒色については、表面付近だけ高温になりやすくなることから、九州などでは避けられることもある。有刺鉄線で囲まれたサイロ、北海道や岩手県では、ヒグマやツキノワグマによるロールベールのラップが破られる被害が発生している。原因はまだ不明であるが、好奇心旺盛なクマがいたずらでラップを破った、ラップから漏れた発光臭がクマを誘引したなどが推測される。 被害を防ぐ方法として、ロールベールラップサイロンを集積し、その集積地の周囲を電気柵で囲う方法が、岩手県くずまき町で採用された実績がある。ありがとうございます。